でね、その時に教授がね、寝ちゃってる。もうこんな時間だったんだ。俺のお姫様はもうお眠の時間みたいだね。仕方ない。それじゃ寝室までお運びいたしましょう。さあ、着きましたよ。もう寝てる人に話しかけてもしょうがないか。そこまで無防備に眠られるといたずらしたくなってくるね。綺麗なうなじ。まあ、起きちゃった。つまらない。何してるのって？俺の目の前で油断してるからいたずらしてたんだ。首にキスしただけで顔真っ赤になってるね。本当に首が弱いんだね。必死に隠して可愛い。もっと俺の知らない君を見たいな。今夜はここで寝てもいい？君の隣で。ダメなの？もう12時過ぎたからいいと思ったんだけどな。ん？関係ないって？そんなことないよ。だって時計の長針と短針が重なる午前0時を超えたら俺たちも